皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は4月2日木曜日、本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ツイッターでご紹介させていただきました追加投稿はヒデさんからのね、直列ボード、最新のねエフェクターがいろいろ乗っかっているね、とても魅力的な、小型のボードですけれどもね、それからツイッターの方でねメグナさんからもねちょっと反応がございましてですね、メグナさんとヒデさんのボードですね、追加投稿でご紹介していたんですが、実はエフェボーチャンネルでね新規初投稿をねまだご紹介していなかったということがですね、今朝調べまして判明いたしましたので、改めましてね、順番にご紹介していきたいというふうに思っておりますのでね、今しばらくお待ちいただきたいと思います。でせっかくね、追加投稿をご紹介しておりましたのでね、お二人のボードからね、ちょっと1台ずつねちょっと注目のエフェクター見ていきたいんですけども、まずヒデさんの方はですね、このデシメイトというですねミニエフェクター、こちらですね ISP テクノロジーズからね出ております、ノイズリダクションのエフェクターということでね、古くはねボス、それからね MXR からもですね、ノイズゲート機能のねエフェクターが出ておりましたけどもね、最近はこのデシメイトがですね非常にこう搭載率が高まっておりますのでね、皆様方ぜひともねこのノイズ、ゲートあるいはノイズリダクションのねこのエフェクター、注目なさっていただきたいと思います。それからねメグナさんのボードなんですけどもね、今回の最新ボードでね、あのバイタルオーディオパワーサプライで有名ですけどもね、バイタルオーディオ製のジャンクションボックス、これをね、導入したことでね、ボード内をすっきりまとめることができたということですのでね、今回、ノイズリダクション、ノイズゲートのエフェクターとそれからジャンクションボックスね注目なさっていただきたいと思います。それではね本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。